と先ほど嫌いとおっしゃられて恐縮なんですけど、またちょっと平本選手に絡めた話ではあるんですが、はい、まあ、鈴木選手は今回緊急参戦だったので、まあ、試合の順番としては平本選手より前の試合になりまして、はい、ただ成績で言いますと鈴木選手の方が雷神での勝ち星も多いし、本来であればまあ2人が出るんであれば鈴木選手の方が後なのかなというところではあるんですけど、その試合をやっぱり平本選手がメインに持ってきたっていうのは、やっぱりご自身の、まあ、悪口が多いですけど SNS での、まあ、影響力が大きいとも思うんですね。でそういったところも今の格闘家、まあ、世界的に求められている要素の一つではあるとは思うんですけれども、その、まあ、SNS テックというか自分を見せるプロデュースするっていう格闘家として、その辺について鈴木選手のお考えというのもお聞きしたいんですけれども、うん、このなんだろうな、やっぱ、僕自身この YouTube とか SNS とかもやってますけど、 YouTube とかは僕のメンバーの水戸と二郎っていう学生時代からの友達がいて、その二人が YouTube とかそういうのを盛り上げてくれてて、すごい感謝してるんですけど、やっぱり、パフォーマンスも大事ですよ。大事なんですけど、格闘技の本質はやっぱり僕は、強くなることだと思うんで、気取るのが好きじゃないんですよ。本来本当の自分じゃない自分を SNS 上で作って、SNS ではこういう顔で、みんなの前ではこういう顔っていうのが好きじゃないんですよ。俺がずっとやりたかった格闘技って、俺が持ってる性格、俺がやりたいこと、俺がやってること何一つ間違ってないと思って僕は生きてるんで、だから本当の俺を見てもらいたいんですよ。でも本当の俺をこう SNS 上で出すと、まあ批判が来たり、やってもないフェイクニュースで叩かれたりとか、そういうのが起きるじゃないですか。だから僕が思ったのは、その僕は何も変わらないです。僕の性格が何一つ変える気はないんで、僕の本来の自分を見せたいんですけど、一人じゃ無理なんで周りの人にサポートをしてほしいです。僕が見せることは自分の力はないんで、いろんな人に支えてもらって輝けるようにしてもらいたいですね。苦手なんで。でも皆さんそうっすよ、オニールスタッフさんそうっすよ、皆さんが僕を有名してくれるんですよじゃないと困るんで、変なフェイクニュースばっかを取り上げないでください。もういいニュース取り上げてください。じゃないと、まあ、多分きっと俺は悪にもなれるしヒーローにもなれると思うんですよ。それはもう皆さん次第だと思うんで、はい、お願いします。ありがとうございます。